ボーイング377ストラトクルーザーパンアメリカン航空のボーイング377ボーイング377ストラトクルーザーはアメリカ合衆国のボーイング社が開発した大型プロペラ旅客機である英国海外航空のボーイング377 折りたたみ式寝台を展開した、機内トランスオーシャン航空のボーイング377、ユナイテッド航空のボーイング377、ボーイング社は、B、B-29 スーパーフォートレス戦略爆撃機を、原型として C-97 ストラトフレーター、輸送機を開発し、第2次世界大戦中の1944年11月9日に、初飛行させた。 C-97 は B-29 から主翼や構造の設計は流用しつつ尾翼面積や胴体を拡大しており、エンジンも B-50C-97 と同じプラットホイット 2R-4360 エンジンに更新されている。ボーイング377はこの C-97 をもとに大型長距離旅客機として開発され、 対戦後の1947年7月8日に初飛行し、パンアメリカン航空のニューヨークロンドン線に就航したほか、太平洋横断路線をはじめとする主要長距離路線に投入された。最後の大型プロペラ旅客機という故障は、レシプロエンジン機で、ダグラス DC-7 の派生型 DC-7C などにも使われるが、DC-7C は、 DC-4 の発展改良型で基本設計は変わらなかった一方、ボーイング377は B-29 の派生形をベースとして、より進んだ技術と設計を取り込んでおり、航空機を大型レシプロエンジンの最終進化とされる R-4360 エンジンを搭載した。最後の大型プロペラ旅客機の名にふさわしく、 その装備は後に語り草になるほど豪華なものであった。国際線仕様の場合、2階構造の客室内にはベッドや男女別の洗面室を、また1階客室にはバー用のギャレーやソファを併設した豪華なラウンジを装備することができ全者この仕様をとって乗客は優雅な空の旅を楽しむことができた。このような特徴から、 空飛ぶホテルとの異名も持つ。軍用の C-97 をベースに民間仕様377ストラトクルーザーとして発表し、注文受付を開始した際には1回客室を寝台とするか座席仕様の大量輸送機にもできるものとして同時に売り込みを開始したが、当時はこのクラスの大型機を運用できる空港が、 少なく、キャパシティを持て余す事情から、初期はもっぱら太陽を渡る、長距離航路専用機材として使用し、機内レイアウトを、ファーストクラスのモノクラスで運行していた。この機体仕様及び、運用形態は、1930年代後期の、大型飛行艇に近い全世代的な内容である。映画評論家の淀川ガ春ナは1951年、 アカデミー賞の受賞式に映画監督の黒沢明の代理として出席するためアメリカへ渡航した際、パンアメリカン航空のボーイング377に羽田ホノルル館で登場し、ベッドで就寝し、ラウンジで同乗した映画監督のクラレンス・ブラウンらと観談した思い出がその辞典に綴られている。また、1954年2月1日に、 ハリウッド女優のマリリン・モンローと元大リーガーのジョーディ・マジオが新婚旅行で日本を訪れた際にはパンアメリカン航空の寝台付きのボーイング377が使用された。純道系機である C-97 はマッツなどへ派生系を含めた量産が進められ888機生産されたが民間型の377型は56機にとどまった。 納期は遅く、機体価格は高価格設定で、他社メーカーの同等機種に対して軍を抜く、高性能を反映した値段だったが、377型の機体は、当時の民間利用旅客機では、最大級サイズで運行コストも高くついた。過大な長距離用旅客機仕様からオペレーターは限られ、空港のインフラ整備は発展途上で就航できる、区間も限定されていた。 さらに今後の民間航空の主流となると目されていた世界初のジェット旅客機であるデハビランド DH-106 コメットが1952年に就航し英国海外航空やパンアメリカン航空日本航空などの世界各国のフラッグキャリアが発注したさらに同期が設計時の問題による連続事故を起こし各社が発注を取り消したもののそれと 同時期により大きくて高速のボーイング707やダグラス DC-8 の発注が本格化したことも377の発注を止まらせる結果となった。1958年にトランスオーシャン航空がチャーター便と低価格運賃の北太平洋横断路線の強化を目論み中古で8機を購入し、 定期便としてアメリカ軍の占領下の沖縄の那覇などへ乗り入れていたが、同社は1960年1月に破綻している。1959年には英国海外航空から1960年にはノースウェスト航空から1961年にはパンアメリカン航空から退役するなど、1960年代初頭には他の主要航空会社からも 旅客定期便から退役した。これらの大手航空会社の長距離定期便から外されても中短距離国際線などへの配点はほとんど行われず、転売も南アメリカで数機が引き取られ、旅客チャーター便、不定期便に使用されたのみであった。それ以外の機体はボーイング707の下取りに引き取られ、モハーベ砂漠などに留め置かれ口日の派生型貨物機へ。 改造されるか解体されたため、旅客機当時の状態で現存する機体は皆無である。スーパーグッピーボーイング377は、基本設計が C-97、ストラトフレーターと同じであったため、アメリカのエアロスペースラインによりアポロ計画のための、サタンロケット部品の空輸に従事する目的で、同期の発展型として開発された。 プレグナントグッピー、ミニグッピーへの改装のベース機としても使用された。これらの機体への改装には、主に、パンアメリカン航空へ納入された377から10から26型の中古機が用いられ、特に、スーパーグッピーとミニグッピーは、タービンのサブネームを持つターボプロップエンジンへの乾燥機も存在し、このうちスーパーグッピータービンは、その後やバスインダストリー社でも、 後継のエアバスベルガへの更新まで使用されていた。2007年、イスラエル空軍博物館に現存する 377M アナクグッピーシリーズ以外では、1960年代に、イスラエル空軍が、ボーイング377を改装した、輸送機を導入している。当時イスラエル空軍は、収益間もない、C、C-130 ハーキュリーズの導入を目指したが、機体価格が、 あまりにも高価であり、アメリカ政府の輸出承認も得られなかったことから、1964年に、自国のイスラエルエアロスペースインダストリーズ社の提案を受け入れる形で、ボーイング377を大幅に改造した、機体を 377M アナクの名称で導入することとした。377M は C-97 と、同形状のテールセクションと、 後部貨物ドアを有した形状を基礎としており、3機が、さらにカナディア CL-44 に類似した、スイングテール型貨物ドアが装備された。2機はよくかに、プローブドローグ方式給油装置を装着された、空中給油機として、さらに他の2機は、電子重宝や、電子攻撃を主任務とする、電子戦機としての改装と運用が行われた。あとに4機が、 KC-97G と同様のフライングブーム、方式給油装置に改装されて、追加導入された。イスラエル空軍ではこれらの B-377 及び KC-97K 機体を、ロッド空軍基地所属の第120飛行隊で、集中運用した。1970年代には、 これらの機種はボーイング707型機に更新され、順次退役した。ウェストアフリカンエアウェイズのボーイング377、ノースウエスト航空2便墜落事故パンアメリカン、航空006便富士着水事故ボーイング377型機は、事故率も高く、引き起こした。航空事故は、ローンチカスタマーである、パンアメリカン航空の運航中に起きた火器の3件が、代表的。 いずれも巡航中の事故であった。エンジンやプロペラなどの構造、材質上トラブルが原因で起きた事故とされる。他社でもオーバーランなど操縦ミスによる事故、損失が相次いだ。フラッグキャリアの日本航空はボーイング377を採用することはなかった。ライバルで第二次大戦後の普及が著しかった d c 四を使用していた流れから、 その後継機で世界の航空各社が広く使用したダグラス DC-6 及び DC-7 を導入し、後に国内線へ転用した。パンアメリカン航空やノースウェスト航空は1940年代後半から日本への乗り入れに使用した。 その後1950年代後半に両者がボーイング707やダグラス DC-8 を相次いで日本路線に導入したため1960年代初頭にボーイング377は日本の空から姿を消した。オークランドベースのトランスオーシャン航空が1959から1960年に占領下の沖縄県那覇空港に乗り入れていたが 短期で運行を停止した。ありがとうございます。